何作っちゃおうかな。教えてもらったレシピだし、ちょっと聞きに行ってみよう。アンペルさん、本に載ってたもの作ったよ。おお、早速作ったか。感心感心。それで作ったのはいいんだけど、これって何？これは外で冒険をするときに役立つ道具だ。魔物に襲われて怪我をしたときに治す薬、魔物に投げつけて倒す爆弾など、いろいろだな。あ、ひょっとして私たちを助けてくれたときの謎の爆発も？そう、あれも錬金術で作った爆弾の一つだ。道具があれば冒険の安全性も一気に高まる。そうなんだ。じゃあ私もじゃんじゃん爆弾投げて大活躍できる？それもできなくはないが、そうだな、そろそろこれを渡しておこうか。これは？コアクリスタルという。お前の作った薬や爆弾は使ったらなくなるよな。は？それは当然そうでしょ。ところがだな、まずこのコアクリスタルの中に作った道具を入れる。そしてクリスタルを武器などに組み込んで武器を一振りすれば、クリスタルの力が解放される。解放されるとどうなるの？クリスタルに入れた道具を失うことなく同じ効果が得られるようになる。え？そんな魔法みたいなことができてしまうんだ。それがこの古式秘具コアクリスタルの力なんだよ。古式秘具？昔のすごい錬金術の道具程度に考えておけばいい。とにかくこれがあれば作った道具を失わずに済む。そんなすごい道具を私なんかがもらっちゃってもいいの？何、これは古式秘具の中でも比較的多く見つかる。余っていたのを分けてやるだけだから気にするな。
じゃあ遠慮なく。ありがとう。早速使ってみるね。なんだこの分厚い本。アンペルさんに教わった文字が表紙に書かれてる本を地下の書庫から見つけてきたんだ。へえ、何が書いてあるの？そうさあって、これ古い文献に使われてる言語の辞書なんだって。まずはこれを把握するのが当面の宿題ってわけ。わかんねえ言葉の辞書を引いて意味があるのか。以前から本に共通する文字列のメモは取ってたんだ。地道な作業をよくこなしたって褒められちゃったよ。そういえばちょくちょく何か書いてたっけ。よかったじゃない、今までの努力が実って。実るかどうかはこれから決まるんだよ。頑張らないと。おお、意気込み十分だな。意気込みはいいけど、なんで自分の家でやんないのよ。レントまでいるし、ここ私のアトリエなのよ。そりゃうちでやってたら親がうるさいからだよ。そのためのたまり場だしな。名前は変わってもやることは変わんねえよ。はあ、錬金術師って言ってもそう簡単に暮らしは変わらないか。ま、好きにしてれば。私は調合で忙しいから。なあ、調合もいいけど、また対岸に出かけねえか。リラさんに教わったことを実践で試したくてさ。俺たちみんなが魔物との戦いになれりゃ、ライザもスムーズに採取ができるだろ。それはまあそうかも。魔物との戦いって、あんなことがあったばかりだよ。怖いこととかやりたくないんだけどな。
早速対岸に行こうぜ。待ってろ魔物、そして今に見てろよボスめ。しょうがない、また対岸に行っちゃうか。さて、早速魔物を蹴散らしてみようか。どうせなら今度は街道の方に足を伸ばしてみたいぜ。どんな感じなのか見てみたいしな。街道か、私もどんな感じになってるのか見てみたいかも。ここまで来といて言うのもなんだけど、本当に行くの？そうさ、戦いになれるための特訓だからな。大丈夫だって、街道にそんなヤバいやつはいねえよ。危険そうだったら帰ればいいじゃない。まずは行ってみようよ。この景色見てるとなんかお腹空いてきちゃうな。お弁当持ってくればよかった。絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー助けてくれ。やっぱり見たことない魔物もいるじゃねえか。腕試しだ、あいつらに挑んでみようぜ。本当に？ああ、特訓だから1回や2回じゃダメだ。何度も戦って勘をつかまないとな。それまで俺に付き合ってくれよ。さあ行くぜ。やっ、気をつけて戦わないと。おや、もう終わりかよ。そろそろどうだろう。なんか戦いに慣れてきた気はするが。怖くはなくなってきたかな。僕もなんとか。よし、実戦はこれくらいでいいだろう。そろそろ戻るか。
帰れる。それにしても何やってんだろう僕たち。本当、俺らって悪ガキだよな。こんなことしてるなんてバレたら大目玉だぜ。私もバレたらめちゃくちゃ怒られるだろうな。バレないように家に帰ろう。踏み込みはあんなもんだったよな。戦った後の周りの警戒もやったし。何ブツブツ言ってるの？ああ、リラさんの言いつけをさ、一つ一つ頭の中で確認してんだよ。帰った後にまで熱心だな。それって戦い方とかそういうやつ？ああ、リラさんは戦士の心得って言ってたな。リラさんってどういう人なんだろうね。あんまり見たことない格好してるけど。アンペルさんとずっと一緒に旅をしてるって聞いたよ。興味ないな。リラさんは俺に必要なことを知ってる。だから教わる。俺にとって大事なのはそれだけさ。割り切ってるな。レントも早くリラさんくらい頼もしい戦士になってよね。私の採取も楽になるし。お前を手伝うために腕を磨いてんじゃねえよ。ただいま。ライザ、お前またどこほっつき歩いてたの。うわ、めっちゃ怒ってる。嫌なタイミングで帰ってきちゃったな。いい加減にしないと屋根裏の扉に鍵かけるわよ。ちょっと待って、それは困る。絶対にダメ。ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。いくら言っても手伝いはしないわ。いい加減によし。屋根裏に鍵かけられたくなかったら今からでもお父さんの収穫を手伝ってきなさい。もう分かったよ。収穫って空間フルーツでしょ。草刈り窯ってどこにあったっけ。知らないよ。窯くらい自分で探せるでしょ。錬金術でパパッと作れないかな。探すよりアンペルさんに聞いた方が早いよね。